毎度毎度。はい。カットの良し悪しなんて、所詮際の処理がうまいか下手くらいなもんで、ワンレンはどこまで行ってもワンレンですよ。まあ、ワンレンはどこまで行ってもワンレン。まあ、ワンレングスの定義ってあるからね。ワンレングスって決めてしまったら、ワンレングスはワンレングスだからね。で、そのワンレングスにね、どんだけ髪の毛減らすとかね、毛先の処理するとかで、まあ、一味違ってくるってのはあるよね。まあ、ワンレングスってのは結局ワンレングスだからね、際の処理以外ね、前下がりとか際の処理とか、まあ、イングラも入れないし、ね、グラデーションも入れない、それがワンレングスだからね。まあ、際の処理がうまいか下手かったって、まあ、その程度だよね。で、際の処理っていうのがやっぱりすき具合とか、まあ、セッニングの入れ具合ね、チョップカットの入れ具合ね、そういうんで微妙に変わるっていうのはあるかもしれないやね。で、そもそもイングラ間違えてますからって、あれはイングラじゃないか、うちが出した画像。はい、これだっけ？これはイングラーじゃないの？インレイヤーなのかね？まあ、名前がね、ちょっとね、情報が氾濫しててね。まあ、だけど最近こんなカットはしないよね。もうちょっと細かくスライドカットでね、細く削るか、セッニングで削るかっていうカットのやり方だよね。だから最近のね、若い方のさ、ボブ系のカットって本当に良し悪しなんてないよね。際の処理だけちゃんとできてりゃ OK、 あとお客さんが毛が多いって言われたら適切にすけば OK、 そんなに技術的などうのこうのっていうのはないよね。だから、まあ、ワンレングスはワンレングスってことになっちゃうよね。でもセームレイヤー、おばさんのショートカットとかね、まあ、普通のレイヤー系になってくるとね、どこを残すかとかで、重さを残すのが今度仕事になってくるから、ちょっとまた違ってくるね。難しさっていうのが出てくるよね。カットの良し悪しっていうのは、なんか残す部分がなんか命になってくるっていうかね。まあ、こうやってね、男がね、カットのことどうこうって喋るとね、能書きが結構出てくんだよね。ああでもね、こうでもねってね。ただ、おばちゃんカットなんてあんじゃん。おばちゃん美容師のさ、おばちゃんカットってあんじゃない。あれなんかもう感覚とか本能とかで適当に切って綺麗にまとめてるっていうのは、確かにうまくまとまってるよね。だからね、まあ、50代過ぎたおばちゃん先生って言っちゃお姉さん先生ね、そういう方のカットっつうのはあんまり能書きってないんだよね。カット理論もないんだよね。スライサー幅もへったくれもないんだよね。角度もねえんだよ。ただなんとなくこうこうこうってね、切ってまとめてしまうっつうの。それこそここが邪魔だから切るみたいなね、ここが余ってっから切る、ここなんか目障りだから切っちゃおうとか、まあ、そういう感覚で切ってうまくまとめてるってのあるよね。だから、そのお姉様先生のね、カットにね、カットの展開図もねえし、角度もねえし、スライスの厚さも幅も何もへったくれもないよね。 床屋のカット、まあ理容のカットね、パーマ屋さんのカット、そもそも目的が違う。まあ、それこそ40年ぐらい前の美容のレザーカットとね、床屋さんの刈り合いカットってのは全く目的違ったかもしんないよね。で、今はどうなんだろうね。美容業のカットって昔のレザーカットに近づいてきてるよね。カットでどうこうなるなら毛染めも入れませんよとか、そのうち誰かが言い出しますよって、俺はカットの天才で、俺が切りゃ毛染めもパーマもいらねえよってか。 そういうやつ出てくるよ必ずね。髪の毛染めるからスタイリングできねえんだよとか言ってね。はいよ、お疲れ様でした。